自分はまるまるの頂点だというこれだけは誰にも負けないという一番だと思われることをお話しいただきたいんですが、菅さんどうですか。そうですね。あの自分とは関係ないんですけど、まああの映画関係あるのにしてもらっていいですか。あ、関係ある。はい。ご自身の <laughs> はい。関係あるのでお願いします。<laughs> そうですね一回前田さんにパスします、まあ、大丈夫ですか<あ>シンキングタイム大丈夫ですか大丈夫、頑張って、はい、頑張りな、今僕も考えてる <laughs> <laughs> そうですね、仮面ライダー・ギーツ・リバイス・ムービー・バトル・ロワイヤルの映画がやっぱり冬休みは様々な映画が上映されているとは思うんですけど、うん、そのバトル・ロワイヤルに勝って、仮面ライダーの映画が頂点に立ちたいですね <laughs> 大丈夫ですか大丈夫ですか <laughs> 大丈夫大丈夫,大丈夫まあいい感じにまとまってたね <laughs> 自分が一番になれること <laughs> はいそうですねいつもやっぱ僕ずっと空手やってたんで空手とか言うんですけど、まあ、隣にも空手やってた人いるし <laughs> なんかねキャラかぶってるもんね <laughs> そうキャラかぶりでちょっとなんか言いづらいんですけど <laughs> でもちょっとやっぱ空手は負けたくないなっていう気持ちはありますね はい、なんか作品にその空手が生きてきたりってことは体の動きとかってあったりするんですかねそうですね、やっぱりこうアクションやるときとかは、やっぱり空手で培ったものが生かされているのかなというふうに思います菅さんも空手やってらっしゃったんですか、はい、そうですね、ねでも全然もう、体がなまって、もう全然ですお2人にね、ご自身が一番だと思われること、あの皆さんのことも考えて発表いただきましたけれども。